横浜最高裁や大変多くの市民の皆様がご参加のもと盛大に開催されておりますこと、誠におめでとうございます。主催者の皆様の横浜開港を盛り上げる熱い思いに改めて熱く御礼申し上げます。今年のフィナーレを飾るのは横浜銀行ドリームオブハーモニー、会場を一つにする感動のハーモニーです。ご出演の皆様はぜひこれまでの素晴らしい歌声を響き渡らせていただきたいと、またこれまで合唱をご指導いただきました皆様にもこの場をお借りして御礼申し上げます。今年は国際都市横浜の発展の原点となった開港から今年の9年、開港160年を迎える来年にはラグビーワールドカップ翌年には東京2020オリンピック・パラリンピックが横浜市内で開催されます。世界中の方々に横浜の魅力をお楽しみいただけるよう取り組んでまいりますので、どうぞお力をよろしくお願い申し上げます。結びに横浜青年会議のをはじめ開催にあたりご尽力くださいましたすべての皆様に重ねて御礼申し上げ、メッセージとさせていただきます。平成30年6月2日横浜市長林久美子、以上代読させていただきました。ありがとうございました。副市長ありがとうございました。では2018横浜銀行ドリームオブハーモニー、港の誕生日をお祝いする市民の皆さんの夢のハーモニーです。このステージのために4月から一生懸命に練習を積み重ねてきました。ここで指揮と演奏の皆様をご紹介いたします。指揮神奈川明宏先生、俺の写真とか見せてくれた。副指揮鈴木守先生、セカンドエレクトーン八谷夏美さん、そしてドラムス島村武人さんです。それでは行きましょう。皆さんも一緒に歌ってください。オープニングナンバーは横浜鹿です。荒木田副市長にも一緒に歌っていただきます。会場の皆さんもぜひ一緒にお願いします。それでは神奈川先生お願いいたします。
ります、荒木田副市長もですね、非常に感心されておりました。ありがとうございます。感動しましたということです。ありがとうございました。では続いての曲に参ります。まずは未来へつなぐメッセージ。この曲は日産来ました。日産来ました。応援ソングとして作りました。そしてヒーロー2曲続けてお願いします。誰か知ってる人の近くで、緑緑ちょっと青ちょっと青、はい、よかった電車の中よかった。
さあ、それではみんな準備はいいですか？